疲れてる 疲れてる Oh my god 疲れてるよ。疲れるんだよ、本当に。今9時とかですけど、夜の。なんか最近だんだん分かってきたんですけど、なんかエリソンがこうしっかり昼寝しないみたいな、なんか夜、その代わり夜しっかり寝るようになったっていうのかな。今産後5ヶ月なんですけど、なんかなんだろうね、昼間さちょっと10分ぐらい寝て大丈夫そうだったりとかするわけで、数時間起きてまた20分ぐらい寝て で数時間起きてみたいな。だからね、彼が起きてる間何するかっていうと、まず、私に抱かれて、ね、おっぱいあげたりとかおむつ替えたりとかするじゃない。そしたらさ、運動させないといけないからね、はいつく、腹ばいになって、でクロールの練習、こうほらこういくじゃん、前にこうやってドッ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 っていくじゃん、あれの練習させるためにこう腹ばいにさせてとか。でもそれもさ、彼だんだん疲れてくるわけよ。で疲れると泣くじゃん。で今度こう熱い持ち上げて、でほらこうあやしたり遊んだりとかしてさ、コミュニケーション取ったりとかして、であと今度足をこう動かしたりとか、腕をこうね動かしたりとかして、ちょっとこうこの何て言うの、つなぎ、手と手のつなぎとか、足の付け根かとかあんじゃん。なんかそういうのをこうさ、ね、こう伸ばしてあげたりとかしてみたいな、なんかエクササイズじゃないけど、なんかそういうのやるじゃん。でまた寝たりとかするんでね。でまた10分とかで起きるわけよ。そんな感じじゃん彼最近で。なんかあれ、なんかビデオの編集しようと思ったけど全然進まないな、なんでかなみたいな。この人全然寝なくねと思って、でそれにプラス今日怖いことが起きたわけですよ。皆さん、なんだと思う？フローレンスが昼寝しなかったの 生まれて初めて今日しなかったのよ。あの子12月で3歳になるんだけど、だから今2歳と、何？ 2 歳と10ヶ月か。2歳と10ヶ月じゃん。今日初めて昼寝しなかったわね。で、だからもう午後の3時以降ぐらいからもうものすごかったんですわ。あのぐらいの年頃のね、子供が昼寝をしないということはですね、ものすごい大変になるわけですよ、夕方ぐらいから。なんて言ったって何するにももう機嫌が悪いね、何するにもノーで あれが欲しいって言ったのにそれはいらないと言ったりとか、ああしたいって言って助けてあげようとするとそうじゃないとか、なんかもうなんだろうね、もう自分が誰かも分かってないような状況になってくるわけですよね もうそんな感じで、あ、もう絶対すぐ寝る、絶対すぐ寝ると思って、なんだかんだやっと寝たのは8時とかだったかな。8時なんて普段寝てる時間なんですよね。もうすごい怖いことよ、彼女が昼寝をしないっていうことは。すごい怖いことよ。だからそれが今日起きたから、これはどういうことかっていうとですね、皆さん、私の時間がもっとなくなってくる。私は考えてたんですね、一日中。もし私が朝の4時に起きてビデオの編集、でも 食べ物にハエがくっついてる、まあいいや 朝4時に起きてですね、ビデオの編集をしたりとか家事をしたりとかね。で、約そうだな、フローレンスが多分5時半とかに起きるのよね、普段5時半とか6時とかに。
で頑張って寝かしつけて、その後っていうのも彼女が寝てるベッドから歩いて私たちのベッドに来るの、そのぐらいの時間帯に。で私は眠いわけじゃない、だからそれで頑張ってその後もう寝かしつける、で寝るんだよね。でそれでまた起きるのがまあ7時ぐらいなの。だから私が4時に起きてね、ビデオの編集を1時間だけでも毎日やったりとか、そして洗濯物をやったりとかね、朝やらなきゃいけないこと、掃除機はまあうるさくすぎるからかけれないけど、あーなんかそのうちの息子がお弁当持ってて、お弁当作ったりとかさ、朝ごはん作ったりとか、まあ家事だよね、洗濯物とか片付けなきゃいけないものとか、なんかやらなきゃいけないことって、なんだかんだ何かが終わると次にまたほら新しいことが出てくるわけ。特にね、子供が学校に行ったりとかすると、ああ忘れてたとかさ、そういうの結構あるわけよ。ああこれってこの日までだったっけとかね、そういうの、そういうのとかってちゃんとオーガナイズされてないと、もう簡単に忘れちゃうからじゃあで子供もさ覚えてるわけないから、お母さんがしっかりしなきゃいけないわけ。そういうのとかをね、私が朝4時に起きまして全部完璧にやるね。で夜は9時に寝るとなると、あのね、この話してる以上はすげえあのいい作戦だと思ういい作戦だと思うんだけども、さーてそれがうまくいくのでしょうかっていうね。私が心配なのが、まず自分は9時にしっかりと寝て、でそのぶっ通して寝て4時に起きれるのか、まあ、8時半とか9時で寝るとしたら、だから子供たち一緒に寝るような時間帯でしょ。でそれでその9時、あ4時の朝起きた時にさ、やらなきゃいけないことがあるわけじゃない。例えばそのランドリーをやったりとかさ、なんかやらなきゃいけないことをやっているうちに私の気配を感じて子供たちが起きたら意味ないじゃんね、早く起きている。だってさ、子供たちが寝ている間にやらなきゃいけないことをやらなきゃいけないのに、それ私の気配で起きてしまったら、私また子供を見ることになるわけじゃんそれダメじゃん。だからそれは大丈夫なのかなとか、なんかそういう心配なんだけどさ、もう今日キャメロンが帰ってきてからクッキー作りたいって言ってたの。もう数日ずっとクッキー作りたいって言ってたの彼が。でやっとそのほら材料とかも揃ったからさ、今日やろうねって言ってて、で彼が帰ってきてから一緒に作ったんだよ。で冷凍しなきゃいけないからね、私のクッキーの場合冷凍してて、でエディさん寝かしつけてる時に焼いてたの。でそれがまずできたんだよ。見える？これあんまりないように見えるけど、あの世界遺産みたいなやつ見えない？これが紅茶の葉っぱが入ってんの。これがピーナッツバターとチョコレートチップなの。でこれが私のフェイマスのクランベリーとチョコレート、ホワイトチョコレートと、あとノー、あこれはクランベリーとホワイトチョコレートと、あとクルミが入ってんだ、ウォルナッツが入ってんの。でこっちを、これはあの私の友達いるじゃんか、G、彼女の家に遊びに行くからそれで持っていくために分けたの。であとはあともっとあったんだけどうちのお隣さんにあのあげてきた。すげえ人たちだから、うち3人もいて子供もうるさいから、ちょっとねなんかほら一応さ、なんかいつもうるさくてすいませんみたいなやつよ。言わなかったけどね、あのクッキー作ったんだとか言って、うちの上のことを作ったんだとかって言ったら、おー How nice とかって言ってましたよ。そんなもんなんだよ。あー皆さんこれ見て、これうちの旦那がね、この土日、いつだったかな、日曜日だったかに買ってきてくれたの。君頑張ってるからっつって、お花好きだからって言って買ってきてくれたの。こんなさ、なんか
普段の日、何もない日、記念日とかじゃなくて誕生日とかじゃなくて、こんないい花もらったの初めてな気がするね。いい花っていうか何、こうさ、なんかこう、これアニバーサリーカラーじゃん、白と赤で超綺麗。あれも逆さにしよう。うちのドライフラワーね、場所変えたの前ね。見えますか、この上のとこに、つけたんだ、ドライフラワーを。この戸の上にね、つけたの。したらさ、なんとさ、その戸の上の上のところにこう、あのエアコンのさ、ベント、こういう風が出てくるところがあって、それがドライフラワーにヒットしてて、なんかさ、綺麗に乾燥していかなかったんだよ。で、なんでと思ってて、なんかすっげー落ちてくるし、葉っぱとかと思ってたら、あ、空気が出てくるところが花に直撃してるやんけみたいな。で、場所変えたんだよ。それをここにしたんだけど、こっちの方が可愛い。てか電気がついてないから全然わからんの。じゃあ、で、あとね、ついこの間やっと重いお尻を上げてあれを作ったの。あ、ビデオで、ビログで撮ったか。あれを作ったのよ。可愛いでしょ。あれね、よく見るとね、デニムなのよ。なんかね、本当は本物の自分が着なくなったようなさ、デニム、なんかちょっとお尻の部分とかがこう何くっついてるような感じでやりたかったんだけど、もうこのさ、イットのやつを買ったのが結構昔で、で、まあそのやろうって思った時に、まあデニムもなかったんだよね。しかも、ね、結構薄いの、薄いじゃん。だからこんなに薄かったらさ、本物のデニムなんて巻きつかんじゃん。だから普通のデニムの布買ってきて巻きつけたの。巻きつけて、ボンドでくっつけただけなんだけど、うちにね、こうやってデコレーションで飾られてるの全部あれですよ、私の手作りなの。だから気持ちがこもってていいでしょ。これも手作り、手作り。こいつらも思い出、ユーカリ。これはまあ吊るしてるだけじゃん、吊るしてるだけじゃん。で、この上の子はあれだよね、この上の子あるじゃんか、これ。これはね、よく見ますと、よく見ますと枕目なのよ。全部きれいに編んであるわけで、わーっとなってこうつながってんので、こっちもこのライトもね、自分で編んだのよ。こういう感じで編まれてる。おざれでしょ。ですね、私はこれから何をするかと言いますと、こんなくったくたな時にビデオ撮るなよって感じ。なんか私のさ、ビログ大体私すっぴんで出てくること多いよね。すっぴんでちょっと疲れてみたいな。これでいいのかね、これでいいのかな、見てる人は。ダメだったらどうしよう。まあ、こんなんもありって感じでいくか。うん、なんかさ、私最近それでなんか時間がないことに気づいてきたじゃんか。時間がないっていうか、時間がない、時間がないっていうけど、時間がないというか、そのなんていうのかな、時間はあるんだけど、こうなんかしながらでも子供と一緒にみたいな。なんか前はちょっとこう昼寝してくれてたりとか、昼寝の時間がまあ長かったのね。フローレンスにしろ、エディソンにしろ、昼寝の時間が長かったんだけど、なんか最近2人ともバラバラだし、フローレンスはちょっとなんか
しなくなってきたし、エリソンはすぐ寝てもちょっと起きるみたいな感じで、なんか昔はそのね、寝てる間に、昔はって言ってもまあ1ヶ月前とかだけど、寝てる間に、はい、ちょっとエディットビデオエディットしてとかさ、ビデオちょっと撮ってとか、これしてあれしてみたいなできたんだけど、最近そういうのがすごい減ってきてるのね。まあ、それでもうそれだったら、起きてるんだったら、そのなんていうのかな、一緒になんかできることをやらなきゃと思って、もう昼寝の期待はせずに、で今日はね、ちょっとスリフトストアに行ってきたので、自分に服買ったんだよ。スリフトストアのやつだけはね、買ったの。それ見る？どっちでもいい？見なくてもいい？見た人じゃ見て、はい、白いパンツ好きなの。お子さんいるのに汚れませんか？汚れますよ、すっげー汚れるよ、けどそのために洗うの。え、これは黄色いスカーフよ、ただの。 OK、 これ8ドルだって。こういうさ、黄色いマスタードカラーみたいな、秋になるといっぱい出るじゃんか、冬とか。でもさ、こう例えば私がどういう風に着たかというと、なんか白と黒とかにまとめて、で首の周りに黄色パッ、パップカラーみたいな感じでさ、出たら可愛くない？とか、あとチェックとかと混ぜても可愛いし、なんかチェックのやつ着ての黄色パッみたいな、ちょっとうるさいけど可愛いじゃない？とかそういうのよ。ちょっとオーバーサイズ気味のストライプのシャツです。これを1枚でさらっと着まして、胸元を大きめにボタンを開けて、なんかいいゴールドなアクセサリーをしながら、白いジーパンでさらっと着るっていうのが可愛いですね。じゃん。でこれはただの黒いタートルネックの、なんていうの、セーターでもないんだよな、なんかフリース生地っぽいけど、なんかそういう感じのやつね。カメラ、カモン、フォーカース。コロンビアのやつだったのね。で値段も14ドルだったの。こういうのってさ、いいじゃん、夏1個は持ってたいじゃん。なんかタートルネックをポーンと着て、なんか出かけるってなったらポーンと着て、でまた白いパンツ、でもあの可愛いからね。あとは私だったらこれ着るじゃん、トップに。で黒いレギンスとかで、で黒いブーツとかで、で全部黒にまとめてとか、黒多いねとかさ、ワンピースとかとあと合わせても可愛いしね。ワンピースじゃないや、ごめん、スカートとかに合わせても可愛いしね。ガラガラのスカートにこれとかさ、かっこいいね。あとこの下からこの子がちょっと見えても可愛いじゃん、このチェック、見えわかんないよみたいな感じでしょ全部黒だからわかんないよみたいな感じでしょ。そう、これがさ、こうやって出たら可愛くねとかね、袖からこのチェックがポロって出たりしてたら可愛くないとかさ。でそれに私のあのヴィンテージのヴィトンのバッグとかでも可愛いじゃないとかさ、考えたわけでしょ。今日手に入ったのは5個、あのホワイトのパンツまでで5個です。超緩くてごめんね。いやー、そんな感じですよ皆さん。どうしようね、なんかちょっと朝早く起きるのをちょっとやってみよう。あ、じゃあ皆さんおやすみ、おやすみね、ゆるゆるでごめんな、またね、バイ。こんにちは皆さん、こんにちは皆さん。今日はこれから娘のハロウィン
コスチュームパレードに行ってきます。ちょっとね、エディソンをチェンジしないと。そうなんです。おはよう、エリセン。 OK、 皆さん今日ハロウィンだけど、私はちょっとコスチュームはしないです。なんか10月に入ってから10月に入ってからものすごくバタバタしてて、なんでかと考えたらあれですよ、フローレンスが昼寝をあまりしなくなってきたっていうのとね、あとエディソンがなんか昼寝しても10分とか15分で起きるんだよね。そう、起きるんですよ、この方が。10分15分で起きるから、なんか全然ビデオも撮れなければ編集もできなくって、もうそんな感じの10月だったんですよ。だから全然ビログ撮ってないんだよね。そうで、そうなのよ、全然ビログも撮れなくってさ、すごいなんかバタバタした10月だったんだよ。去年はキャメロンがポリスオフィサーになって、でフローレンスが K9 警察犬になって、で私たちがそのなんだっけ、泥棒だったんだけど、なくない、もう今年はもううちの旦那も私も何もせず、何もコスチュームもせずというバッタバタなハロウィンでございますね。これエリソンのパイナップルを娘が あのパレードで歩いてる間に私見てるわけじゃん。でそれをエリソンも見ながら、でもあのパイナップル着てるみたいな、ちょっと一緒に参加してる気分みたいな感じでやるんですよ。はい、行きますよ、行きますよ、いいですか、行きますよ、エリソンさん。 Let's go。 Hello。 What do you say? Say thank you. Did you say thank you? Thank you very much. Happy Halloween. Oh, 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 careful, careful. Let's see this one. Yeah, this one. She's a pineapple. Yeah, it's a pineapple, yeah. Thank you very much. Thank you. Porky.Trick or treat. Hi. Hi. Hi, how are you? Good. I think you're our first. We've already gotten like doubled our candy, so take what you want. Oh, yeah. Because we'll have to eat all this. Trick or treat. Hi. All right, don't be greedy. All righty. What do you say, guys? Thank you very much. You're welcome. Thank you. Hi, princess. Hi. Here you go. Thank you so much. Yes.